東条の側近として国を誤った連教7人を揶揄することが、そんな三冠主義に企画院総裁だった鈴木定一を含めることでは異論はないようだ。そんな鈴木は日米交渉が続けられる最中、昭和天皇に米英蘭と開戦して南方資源地帯を占領することが必要不可欠だと強調した。戦後鈴木はもうやることに決まっていたようなものだった。やるために辻褄を合わせるようになっていたんだ。そういうムードで企画院に資料を出せ、そういうわけなんだと語っている。つまり結論ありきで日米開戦を決めてしまったのだ。戦後100歳まで長寿を保った鈴木は自分の米ロ観をこのように語っている。ロシアとアメリカを比べると、そりゃロシアの方が信頼できる、彼らには文化があるからね。ところがアメリカという国は文化もなければ伝統もない、何をやるか全くわからない国だ。君らにも言っとくけれど、日本の将来を考えればロシア人の方を信頼すべきだね。無論その岸ぶりには自分が永久戦犯として法廷に立たされたことへの悔しさも漂っていたという。